はい、皆さんおはこんばんちはですよ。今ですね、若戸大橋にいます。若戸大橋を若松方面ですねに向かっています。本日向かう店はですね、和食屋さんですね。とても美味しいのでぜひご紹介したいと思って撮影しています。ですね、お店の名前はいちごって言うんですけど、あの果物のいちごではなくて、あのいちご一会がありますね、それのいちごですね。そういう意味です。なかなかですね、和食屋さんでランチってなるとですね、懐石みたいな感じになって、本当4000円とか5000円とかするんですけども、多いんですけども、それがで、ここのお店はですね、ほとんどのランチが税込みで1000円でいただけますので、すごくお得感があります。で、満足感もあります。メインがあって、副菜もしっかりとしたのがついてて、本当いい仕事してるなっていう感じのお料理になっていますよ。若戸大橋を降りて若松に着いたら、左車線にすぐ入ってくださいね。ちょっと合流するので気をつけてくださいよ。ここは向こうからも車がやってきますので、ここから左に入ります。で、ここを左ですね、トライさんのとこですね。校舎の人に気をつけてくださいね。で、まっすぐ行きます。で、まっすぐ着いたらあの信号を左ですね。お料理はですね、日替わりもありますし、あのエビ天丼とか大きなエビがですね3尾もついて、税込み1000円なんで、すごくお得で美味しいですよ。この後動画を見ていただくとね、分かりますけれども、かなりお得です。刺身定食もね、1000円でいただけます。こちらも1000円とお安いですよ。ですね、平日でも並びますので、開店一発目に行くのがおすすめです。営業時間はですね、11時半からですね。でですね、ランチがですね、あと海がしけたりすると、ランチを休む場合があるんですね。それを気をつけてくださいね。左入ったらまっすぐ行きますね。橋の下を右折します。中川通りですね、こちらを右折になります。駐車場に停めますね。じゃあちょっと今から歩いてね、ご紹介いたします。さっき右折したのがね、そこですね、中川通りですね。それをこっちに行きます。若戸大橋ですね。これをまっすぐ行きますよ。いや、本当税込み1000円でね、あれだけのものが食べられるっていうのは、これから動画見ていただければ納得していただけると思うので、ぜひ見てくださいね。これをまっすぐ行きますよ。千鳥まんじゅうですかね、それの横にあります。まっすぐ行きますよ。はい、お店はこっちですね。これです。こちらになります。じゃあ今から行きます。
はい、エビ天丼ですね。いや、これ1000円って安いですよね。豪華ですもんね。まずは味噌汁から飲んでみましたよ。もちろんですけど和食屋さんなんで味噌汁はやっぱ美味しいですね。美味しかったですよ、出汁が効いて。エビでかいですよね。このでかいエビが3尾入ってますからね。プリプリでしたよ。うまかったです。ご飯の硬さもちょうど良かったですよ。でかかってるですね、タレが結構出汁が効いた感じの醤油控えめな感じでしたね。ちょうど良かったです。じゃあかしわですね。これもちゃんと下処理がしてあって柔らかかったですね。これ椎茸ですね。ほんとご飯は普通盛りなんですけど結構重いですもんね。これ大盛りにしたらもっと重いですよ。すごいことになると思いますよ。あ、ご飯さっきメニュー見たと思うんですけど、大盛りも小盛りもおかわりも無料です。まあ、丼物はねご飯お借りできませんけども、大盛りはできますのでね。煮物ですね。さつまいもですね。あっさりした味付けになってましたね。まあ、繊細ですね。これひじきですね。どれ食ってもやっぱ美味しいですね。本当エビプリプリでしたもんね。食い応えがありました。ちょっと、ね、はみ出るぐらい入ってるからちょっとこぼれてしまうんですよね。じゃあおうどんですね。細めのおうどんでしたね。こちらコシがありましたね。少しの量ですけどね、この少しの量が食べられるというのはちょっと嬉しいですよね。これお茄子ですね。こちらシソですね。こちらイカですね。こちらも食い応えがありました。大きくて美味しかったですよ。サラダですね。これサラダがですね、かかってるドレッシングはすごいさっぱりしてるんですよ。だからこの箸休めにちょうど良かったですね。ちゃんと計算してるんですよね。それやっぱすごいですね。お漬物です。昆布ですね。いっぱいになりますよ。もう満足です。本当刺身定食1000円ですね。ちょっと生意気にもあの刺身の上にですねわさびをつけてお上品に食べようと思ってやってますよ。こう薄めな感じなんですけどコリッコリでしたね。コリッコリ美味しかったですよ。一
一枚一枚ですね、種類の違う刺身が載ってるんですよ。全部違う刺身なんですよね。それがすごいですよね。いろんな刺身が味わえるんですよね。マグロですね。どうも、マグロさん。お昼からお酒飲んでる方がいて、すごいなと思いました。ですね、美味しいものにやっぱお酒合いますもんね。これガリを枕に寝ているエビを食べようかと思ってますよ。刺身定食にガリがついてるとか珍しいですよね。あんまりなんか見ないような感じなんですけど、自分は初めてやったですね。一生懸命お箸で食べようとして頑張ってます。本当天ぷらのエビとはですね、全然違くて甘くてとろーりとしてましたね。サーモンですね。そうなんですよ、油が乗っていてご飯が進んだんですよ。うまいかったっすよ。これこの日の副菜ですね。高野豆腐ですね。味しみ高野豆腐です。ブロッコリーですね。タコですね。こちらも美味しかったですよ。しめ鯖ですね。やっぱスーパーのとはちょっと味が全然ね違いますね。やっぱり板前さんが作ってるだけあって一味違いますね。美味しかったです。お漬物ですね。お味噌汁ですね。お豆腐のお味噌汁でしたよ。有頭エビなんでとても濃厚なエビ味噌がたくさん詰まってました。美味しかったですね。おうどんですね。日帰りはですね、メインがあって一品選べるシステムになってますね。この中から一品選びますよ。はい、私はね、唐揚げを選びました。まずはね、お味噌汁からいただきますよ。いや、安定した美味しさですね。サバがね、大きかったんですよ。もう来た瞬間大きいなと思いましたね。味噌をたっぷりつけて程よくね、脂が乗っていて美味しかったですね。これお腹のところですね。ちょっとバウンドするところ見せたいんで、ちょっとガチャンとなってしまいましたけども、甘辛いですね。お味噌は本当ご飯を誘いますね。うまいですね。唐揚げですね。唐揚げも大きかったですよ。いやね、美味しくて本当思わず声が出ちゃいましたね。で、唐揚げはですね、とても柔らかくて、味付けはですね、控えめなんですけども、とても美味しかったです。鶏肉自体がね、美味しいんだと思いますよ。で、和食屋さんで唐揚げとか思いがちですけども、これは本当美味しいです。
ほんと柔らかくてジューシーで、今度はねタルタルをつけていただきますね。で唐揚げ自体が薄味に仕上がってるんで、あのタルタルのねこの味わいが唐揚げとすごくマッチします。うまいですね。やっぱ考えてるんですね。いや煮物も出汁の効いた繊細な味付けでいいですね。美味しいです。サバの身はですね硬くなくて、どちらかといえばふわふわ系でしたね。やっぱそこはやっぱプロの仕事ですね。いや美味しいですね本当。タルタルをねちょっとたっぷりつけていただこうかと思ってます。本当これだけですね唐揚げが美味しいんなら、あのチキンカツもあるのでね今度食べてみたいです。で日替わりなのでメインは変わりますけども、一品はね好きなのを選べますので楽しめますよ。これ味噌をたっぷりつけてご飯に合いますよね。うまいっす。唐揚げも大きくて美味しかったですよ。大満足でした。